アンドロジナスドッキング機構、またはアンドロジナス接続システムとは、ミール宇宙ステーションや国際宇宙ステーションで使用されている宇宙船ドッキング機構である。これは、スペースシャトルオービターが ISS に係留されるために、または基本機能、モジュールザーリャが、弱圧結合アダプターを介して ISS のアメリカ側モジュールと接続されるために使われている。 これと互換性のある接続システムは、中国の新州宇宙船にも使われていて、将来において、新州号が ISS とドッキングできるようにしている。アプス -75 アンドロジナス結合機構は、ウラジーミル・シロミアトニコフによって設計された。彼は、モスクワに本拠を置く、SP ・コロリオフロケットスペースコーポレーションエネルギアに在籍していた。 このドッキング機構は、アポロソユーズテスト計画に源流を発している。このデザインに至る前進になったアイデアは、プローブドローグ、ドッキングシステムとは異なり、どんなアプスのドッキングリングであっても、他のどのようなアプス、ドッキングリングと接続できる。両方の側は、オス側メス側の区別がない。この特徴をもって、アンドロジナス、両性具有であると言える。 どちらの側もそれぞれがドッキングを行えるようにできていながら、その時は、能動側と受動側に役割を分担し、しかもどちらの側も時と場合に応じて、能動、受動の療薬を完璧にこなせるようにできている。アプスには3種類の基本バージョンが存在する。アプス -75 は、アポロソユーズ共同飛行計画のために開発された。前まで使われていた。 ドッキング機構とは違い、両方のユニットは必要に応じて、能動側と受動側の両役を受け持つことができた。ドッキング時には、新調した能動側ユニットのスペードマークの形をした案内板と折りたたまれた受動側ユニットが、おおよその配置を相互に調整し合う。案内板を保持したリングが、能動側ユニットのラッチが、 受動側ユニットの受け溝にはまり込むように位置を微調整した。それらを受け止めあった後、アメリカ側ユニットにあるショックアブソーバーが残余の衝撃エネルギーを称賛し、ソビエト側では機械式の減衰器が同等の機能を果たした。能動側はドッキングカラーを一緒な位置に持ってくるため、その瞬間に畳み込まれた。ドッキングカラーの中に配置された。 案内板とソケットがドッキング装置同士が真正面に配置される作業を完了した。四つのバネ付きをしぼが宇宙船同士をドッキング解除するときに相手側を押し出して分離した。ロシアはアプスマイナス75を使ったソユーズ宇宙船を5機建造した。最初の3機はテスト機として飛行した。1機はアポロソユーズテスト計画に使われた。 ソユーズ19号は、実際にこのドッキング機構を使用した、唯一のソユーズ宇宙船である。また、最後の一機は、ソユーズ22号として、宇宙飛行した。アポロ・ソユーズテスト計画では、アメリカ側の宇宙船であるアストップ、ドッキング機構は、機体の片方の端にアップスマイナス75、ドッキングカラーを、もう片方の端にアポロドッキングカラーを装着していた。 ソビエト連邦がミール計画を開始したとき、彼らはブラン王艦機建造にも手をつけていた。アプス -89 はミール宇宙ステーションに接続するブランのためのドッキング機構とする構想を描かれた。オリジナルの設計から大幅に変更が加えられた。外側リングの直径は 2030mm から 1550mm に。 狭められ、そして位置調整用ペタルは、以前は、ドッキングリングの外側に設置して、外に開くように動作していたのを、相手リングの内側を通すため、フリーな時は内側に向けてすぼまっているように、設計変更された。この設計では、ドッキングポートの内径をおよそ8 0 0、mm、トルに、制限していた。1994年、ブラン計画は、最終的にキャンセルされ、 ミール宇宙ステーションに向けて飛ぶことは二度となかった。しかし、ミールのクリスタルモジュールは2機のアプス接続カラーを用意していた。ミールドッキングモジュールは基本的に言えばクリスタルとシャトルの間に割り込ませた両端面にアプスマイナス89を使ったスペーサーモジュールである。この設計は時にアンドロジナスペリフェラルドッキングシステムと呼ばれることがある。 シャトル・ミール計画の始まった時、アプスは接続システムとして選ばれた。ミールを訪問したアメリカのスペース・シャトルがアンドロジナス・ドッキング機構を使用した。このドッキングカラーは当初はブラグ王冠機のために設計されたもので、またアプスを搭載したブラケットは当初はアメリカの宇宙ステーションフリーダムのために設計されたものである。エネルギア車が シャトルに搭載されたアプスに付与したバージョンはアプス -95 だがこれ自体はアプス -89 と基本的にはほぼ同じものであった。シャトルのオービタドッキング機構に搭載されたアプスはシャトル ISS におけるドッキング用途の運用が開始された時でも変更されずに残されていた。オービタから外側に向かって伸ばされた濃度側リングは 国際宇宙ステーションに取り付けられた、弱圧結合アダプタ上の受動側接合リングと確実に結合する機能がある。キャプチャーリングが接続時に位置を調整し、相手と一体になってから12個のストラクチャラルフックを展開し、双方の機密シールをし、互いの装置に掛け金を下ろして固定し合う。ピエメ側のアプスは、アンドロジナスとは、 名ばかりで受動側しかできないように改造されていた。ありがとうございます。